組み合った出してよ。そんなに考え込んでも仕方ないじゃない。ああ、でもな、これだけ職案通ってもなかなか厳しくて。あなた、生活費のことだったら心配しなくったっていいのよ。実は今日ね、前に勤めてた市役所の山田課長さんのところに相談しに行ってきたの。そしたらね、課長も心配してくれて、今年9月までの臨時採用だったらぜひ来てくれないかって言われたの。そうだったのか。9月までだったら何ヶ月もあるし、それまでゆっくり次の仕事探せばいいんじゃない？今まであんなに忙しく働いてきたんだから、少しは家でのんびりしなさいよ。悪いな。謝ることないわよ。あなたが悪いんじゃないんだもん。しばらくは私が頑張るね。市役所の仕事なんだけど、うん、今道路整備事業の中でどうしても立ち退かない家が一軒あるらしいの。それで明日山田課長さんと一緒にね、そこの家に訪問することになってるの。なんか大変そうだな。でも課長さんももう1年以上通ってるんですって。まあいずれその人も立ち退かざるを得なくなるんだろうけどさ、お前みたいな女性が交渉した方が当たり前やらかなっていいんじゃないか。でもどういう人なんだろう。気が重いな。マミ、本当ごめんな。いいのよ。私頑張ってみるわ。今日はいい天気ですね。
けど。最初は門前払いみたいだったんだけど、最近は話を聞いてくれるようになったの。お前の美貌に負けたんじゃないか。そんなんじゃないわよ。でもなんかうまくいくそうな気がするの。昨日も取れたての野菜くれたりして。そうですか。去年お亡くなりになったんですね。ええ。親父が亡くなって、お袋も後を追うように。小さい頃よくそこで泥んこ遊びしたっけな。おふくろはそんな俺をここに座って優しく見守ってくれてたんだ。木所さん。はい。立ち退きの件わかりました。本当ですか？そうですか。村岡さん、何かできることがあったらお手伝いしますけど。それじゃあ、私の作った野菜で料理を作ってくれませんか？そんなことでよかったら。就職決まったよ。よかったわね。なんだよ、嬉しくないの？そんなことないわよ。そうか。いや、これで一安心だよ。マミ、これでお前も家事に専念できるな。そうね。ちょうど立ち退きの件も。
木所さん、本当ご苦労様。いやこの一件が片付くまで本当長かったですよ。木所さんが担当してくれなかったらまだまだ何年もかかってたかもしれない。そんなことないですよ。課長さんの誠意が伝わったからですよ。そう言ってもらえると嬉しいけどね。山田課長、私村岡さんのところに忘れ物をしてきてしまったので先に戻って行っていただけますか。ああそうですか。じゃあ先に戻ってますよ。すいません。あ、木所さん、はい、今日はもうこんな時間ですからそのまま家に帰ってもらって結構ですから。そうですか、助かります。あなた許して。